に撮るのやめてもらえますか勝手に撮らないでください。皆さんこんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。久々にタッグが集まりました、やりました。ご無沙汰にもかかわらず、もうすでに車内で走っている。いやいやいや、走ってますよ。いつもと全く違う光景ですね。というのも、はい、我々ついに来た。何年越しかの来たか、夢を、いよいよ目的を叶えるときに来ました。今回はですね、はい、河口湖のあたりに行こうかなというところで。山梨県ってことですね。そうですね。何か富士山、はい、富士山のあたりとか、はい、ちょっと日程がね、はい、そんなにちゃんと長く撮れるもんでもなかったので、はいはいはい、今日もう夕方なんです。夕方も夜なんですよ。はい、夜集まって、まあ、初日はとりあえず移動して、うん、2日目にいろいろやろうぜみたいな感じなんで、まあ、そんな遠くにも行けないぞと。まあ、1回目ですしね。そうそうそう。まずはね、その予行演習じゃないですけど、そうそうそう、はい、旅とはこういうものだっていうことを ね、 いいですね。我々も、うん、もう一回認識して皆様にもお伝えできれば、うん、やっぱりあれですね。じゃあゆくゆくは山口県に行きたいですね通らなきゃいけないとこだよね、やっぱあそこは。ゆくゆくは一度はからね、山口県を目標に。やっぱ秋吉道とかね、うん、いいとこありますから。山口県に帰ると。お腹空いちゃいましたね、まあ、とりあえずはこのままね、今高速乗って走ってますんで。これ第一の目的地はどちらになるんですか。サービスエースリア。何て言いましたサービスエースエリアサービスエースエリアっていうのはサービスエースのエースは何ですか何サブちゃん、サブちゃん、サブちゃんですね、やっぱね。こっちの入り口から入って、いや左からだよって入り口は左からだよって言われるっていう。まずはサービスエリアでご飯を食べましょう。いただきます、はい。あー、なんか美味しそうなのがいっぱいあるな。麺工房、あ、ほうとうね。うわー、スタ丼もあるんだ。やっぱなんか外で売ってるなんかお肉みたいなとかないね。串焼き肉みたいな。もう終わってます、ね、でもここに満潮串焼きありますよ串焼き満潮じゃなくて満潮串焼き満潮串焼き、あ、やばい。あ、満潮串焼き終わった。ここら辺終わってんじゃん。あ、ほんとだ。ここ終わってるわ。ここうわ、すげえ限られる。何しますかね。伝説のスタ丼食べちゃおうかな。あ、悪くはないっすよ、ね、悪くはないよね。もつ煮うまいよね。いっぱい食べたくなっちゃうよな。結局食えねえんだけど。あれもう、あ、バツついてる。あ、ホルモンラーメンない、はい、味噌いっか。味噌にしよう。どこに行ったんだろう。スタ丼&唐揚げセット食べよう。ミニ。すごいニンニク臭。すごいパンチ&パンチじゃないですか。香りがすごいですね、やっぱスタ丼。僕味噌ラーメンです。シンプル。シンプルで。あそこのね、中華屋のラーメン大王っていうところのね、外国のお兄さんがね、すごいいい飯作れそうだったんで。ミニにしたんですよ、僕これ。普通サイズよりはちょっと小盛り。さすがにちょっと唐揚げ3つもある。うまい。いただきます。うん。どうですか。パンチ。やっぱり。うん。パンチだと思ったんですよ。匂いが。やっぱり。はい、思ってた。匂いがもうパンチ効いてたんで、パンチ&パンチだと思ってたんですよね。俺はトップオブパンチだと思ってた。おいしい。止まんなかったわ。どういうこと。味噌ラーメン飲まんなかいやー、ごちそうさまでした。満腹満腹満腹でござる。大丈夫ですか大丈夫ですか。あ、来た、力道ぞいや、今ちょっと出過ぎ、食べ過ぎましたね。あれでもちょっとすごかったわ。そうですね、結構スタ丼プラス唐揚げ、パンチ効いてましたね。
だいぶね、やっぱちょっと、味噌ラーメンもそうだった。ちょっとだけ肌寒く感じてた。いや、かなり結構寒いよ、今日。温まりました。すでに。あ、来た。力道山来た。そんな足やんなかったと思うけど。じゃあ行きましょうか、今日のお宿に。行きましょう。はい、行きましょう。お腹は満たしたんでね。あ、涼しくていいな。寒いくらいだけどね。さあ着きました、本日のお宿に。いや、着きました。ちょっといいですか、一回。何ですか。ちょっと憧れのやつやっていいですか。あ、もちろん。皆さんこんばんは、水曜どうでしょうです。やりたかった。やりたかったんですよね。ちょっと1回だけ体感してみた。あ、よかった。よかった。夢が叶いましたね。夢山梨で、はい。ホテルの窓際で、あの、こじゃれた椅子に座って、あの、水曜どうでしょうの挨拶するっていうのが夢だった。あ、よかった。一、はい、つだけ夢叶いました。タックで1個で夢叶って。一、はい、つだけ夢叶いました。ありがとうございます。さあ、では、まあ、着きまして、明日川口港付近で、はい、我々がいろいろとさせていただくということなんですけど、はいはい、ある程度はプラン決まってて、はい、もしかしたらサムネとか概要欄とかでネタバレしてんのかもしれないけど、嫌な時代になりましたね。サムネにボッと引いたって分かるようになってますよ。そう、天空の扉ぐらい止めとけばね。大丈夫ですか、明日動画のサムネに、あの、湖に落ちてるマグマさんの真矢さん、こうやってまだ結構寒いから ね、 そうですよね。冗談じゃ済まないかもしれないよ。まさかね、あの、富士山の周りの湖には富士マリモという、ね、何なんだろうな、あれ、富士マリモいろんなとこにあるんですよね。いいんすか、のさばされらせてみて。真のマリモ、はい、でもね、ほら、あの、もうマリモもほらわさびに乗っ取られそうじゃないですか。あら、まだわさび堂のことが、ね、ちょっとあれはね、一発やっとかねえとなと思って。先にそっちですか。あ、ちょっと議論をね。お、マリモ堂って知ってっかな。君たちはマリモ堂を知っているか。やったなと、やってくれたじゃねえか、随分。ちょっとこっちがね、一休みしてる間にね、はい、突然ね、同じ3文字の堂が始まっちゃって、ね、いやいや、これあれですよ、これね、何だったんだ、あれは。我々も気抜いてるだけで、うん、今どこかでタッグが始まった可能性ありますからね。ありえるね。ずいぶん空いてますから。俺たちの方がタッグだろっていう。俺たちの方がタッグだろ、いいね、この番組が生息し始めてもおかしい。ああ、全然おかしくない、ね、こんなものが早いも感じですから。そうだよね。もしかしたらもう V プレスで始まってるかもしれない。可能性、取って取られて。可能性ありますよ、本当に。そうか、まあ、それはそれとしてです、はい。で、まあ、明日、まあ、ご飯食べたりね、美味しいもの食べたり、まあ、なんか体験、何か体験したりとか、はいはいはい、どっか行ったりとかするんですけど、大事なのはそのお金ね、お金予算。確かに、なんか取り決めしましたよ。もうね、やってたんですけどね、ちょっとね、忘れちゃったんですよね。なんか都合のいいルール決めた気がするんですよね。そうそうそう、はい、やればやるだけ得みたいな。我々がこう積み立てていって、はい、まあ、そこの中から旅の費用、はい、まあ、もちろんその旅費、交通費、まあ、食費、なんかやるんだとそのお金も出すんだけど、はい、同じ分ギャラをもらえるとか、そう、使った分だけそのギャラをもらえるみたいな感じじゃなかったっけ。今回の出演料として、そうですね、そうだそうでしたっけ。そうでしたね、お約束だったんですよ、はい、はいはいはい。じゃあここからもしに、まあいいや、今9500枚でしたっけ、4500枚の5000枚でしょ、はい、じゃあ、まあ、もし3000枚分使ったとすると、はい、3000枚分相当のギャラがもらえる、給料がもらえると。じゃあそれはまあこうなるとですね、折半するという。あ、その折半をどうするかっていう、今マリンの方が多いじゃないですか。ああ、比率的な、はい、それはじゃあ足の活躍具合によって決めますか。あ、その比率。下の下手すら10-0とかになりそうだよ。10番勝負しましょうか。明日1日通して10番勝負して、あ、あの1割ずつ、あ、それこう、はい、こうと積み重ねていくの、はい、例えばだからもう10万円かっきり使ったとしたら、うん、10番勝負1本ずつやって、うん、だ6勝4敗だったら6万4万みたいな。ああ、いいね、10番勝負突然始まると。突然もう最悪じゃんけんとか。すごいな。いくら使ったか分かってます。今いくら使ってるんでしょう。どのぐらいだと思います。今日ですよ。ガス代も込みですか。いや、ガス代は込み。ガス代 OK。 あー、じゃあ全然じゃないです。それはそれでちょっと問題じゃないですか。確かに全然減らへっつやしないの。旅費でしょ今、宿代と5700円、はい、990円のラーメン、はい。あの、それしか今使ってない。これはやばいっすね。1人6000円ぐらい、7000円ぐらい、まだそのぐらいしか使ってない。
あでもまあなんか明日いろいろやるんで、うん、買いますか、なんか視聴者プレゼント的な、はい、あお土産送るのはいいよね、うん、お土産をお土産としてまずじゃあ我々のサメからお土産を出しましょう。お土産分だそうだ、はい、でまあ、まあ美味しいものは食べましょうよ。美味しいものお金を使って体験できる、うん、何でしょうね、ソープランドぐらいしか手っ取り早いじゃないですか。行きたい行ったら全然行きたくないですよ。手っ取り早いお金を使うっていう意味では手っ取り早いじゃないですか。持ってなかったちょっとボツだな、うん、ちょっとボツですね。それはもちろんやらないですけど、ちょっとエンジェルさんに申し訳なくないんでさすがに俺らのとこでぶっこ抜いた分がちょっと足らないな。でもまあやりたいことはまあいくつか見繕ってはあるので、はいはい、でもそれが多分そこまで予算にねこうのしかかってこないですよね。削ってかない。そうですね。やっぱ僕もやっぱ田舎出身とか地方出身だから分かりますけど、うん、地方のいいとこってお金かからずに自然とそうだ、ね、っていう自然と触れ合ったり、うん、そのいい景色を見たり、うん、美味しいものも安く食べれるっていうところがやっぱりいいとこじゃないですか。なのに無理やり金を使うのかっていうのもまたおかしな話。金使いたかったら銀座にでも行けないんですよ。まあリゾート行けよって話だよね。まあ今回はね小手調べみたいなところもありますからね、うん、今こういう世の中でどこまでできんのかっていう旅がね、確かに確かに、それを探る調査リサーチの第一弾でもあるんで、まあそこまで無理しないで、まあ、我々もっと遠くに行くって予定もありますから、慰安旅行に来て1万円ももらって、そうっすね、うまいもん食って楽しんで帰れて、あ確かにね、もっと高級旅館とか泊まってもいいんじゃないかって。あそれこそだってもうちょっと早く気づけば今日なんて富士山の見える絶景の温泉付きの宿なんて行けたんじゃないですか。オートロックないあのお宿ですかね今日は。 何を一番のチャンスだったんじゃないですか、もしかして。そうね、まあ、お値段の割には広いんですよこの宿、こんだけ周りに温泉あるっちってんのにしかもあの予約する日間違えて明日ってそうディレクターがね、はい、予約入ってないんですよね。そうですよ、あの松本さんも大竹さんも入ってないんですけど、しまったなんつって明日だった最終的にはな、最終的にはもう何て言ったと思います僕スタッフさんに向かってとりあえずどうにかなれば何でもいいんだよみたいなあの入ってすぐソファーとか当てがわれる可能性あった。この際何でもいいんでってギリギリでギリギリでビジネスホテルに泊まったと思ったらこれ予算使わないとなんか確かにまさにこの際何でもいいんでって最大のチャンスを逃してる気がしてならないんですけど、気が引けたんですか。2人のお金で取るので、はい、あそっか、2人のはあれが、そうですね、そもそも宿とか自分で決めろやって話ですね、俺は。俺が言い出したんだからね。でもそういいとこだったらやっぱもうちょっと早く来たいですもんね。あそうね、16時前には着きたい、あのんびりしたい、ね、1回お風呂は入りたいじゃないですか。でさっぱりして、うん、あの部屋食をね、そうそうそう、確かにそれはできないのはもったいないよね、うん、お刺身お刺身などのをいただいて、ね、あのなんかあの固形燃料でこうカチカチしてるやつね。中井さんあそうね、あれいいね、25分ぐらいでやってくれごゆっくりお過ごしくださいませなんつってね出てくるところはそうそうそう、やっぱもうちょっと早く来たいんで、まあ、まあまあいいんじゃないですか、はい、ひとまずね、わかりました。じゃあ明日のプランもそんな感じなんで、うん、じゃあ今日はゆっくり寝ましょう、ゆっくり寝ましょう、はい、おやすみなさい。隣合わせですか変な声聞こえないようにしてください。エアポッドしてる一応ほら十番勝負の一つになるかと思って証拠を証拠を押さえておきましたんで早い順おはようございます。どうぞ。もう一本目負けだよ。え十番勝負早起き。ちょっと聞いてもらっていいですか。何ですか。リアルに部屋の時計10分遅れてるんですか。そういうのがやっぱ見越して動かない。本当ですか。どこに罠が仕掛けられてるか分かんないから。これエレベーターの腕時計見てびっくりしたんですけど、えっと思って
おはようございます。おはようございます。ついに来ました。旅2日目の朝です。朝ですね。山梨の朝を迎えました。いやいや、爽やかな朝ですよ。富士山めっちゃ近かったね。すごいですね。もうすぐそこでした。サンクスでしたね。サンクス、すぐそこサンクス。はい、これ全国で通用するんですか、このフレーズ。我々は分かりますよ。すぐそこサンクスの距離に富士山がありますね。とてつもないね、絶景です。これはマウント富士だ。うん、浅間神社に行きますね、これから我々は。浅間神社、はい。富士山がちょうどこうバーッと見える位置にある。多分そんな感じだと思いますね。そういえば、あの、はい、10番勝負を予定してましたけど、うん、まあ、5番勝負にしようかっていう。ちょっとね、あのね、多すぎたね。10番はさすがに。じゃあ、ね、最後だってこういう風になるじゃん。こうやってなりますもんね。1,2,3,4,5,6 だったらピシッみたいになるじゃん。指相撲やることになっちゃうんで。ちょっといいですか、じゃあ、あの、僕の部屋の時計が遅れてるっていうやつはノーカウントにしてもらっていいですか。まあしょうがないね。それでもあれじゃ、だと日々罠があると思って生きなきゃダメだから、ね、確かにそうですね。それはちゃんと教訓として。電車だったら遅れてるわけですからね。そうそう、乗らなきゃいけない電車にね、乗れないでっていうのがあるから。早いパターンは今まで何度かありましたけど、遅いパターンは初めてでした、ね。これは川口さん、梅さんいないですか。梅ちゃんとヤロオくんいるかもしれない、ね。これ釣り人たちが、これすごい。これ川口湖ですか。これ川口湖ですね。綺麗ですね。大自然だよね、本当に。あ、鳥出ましたよ。浅間神社書いてあります。おお、はい、着きました。はい、でこっから、まあ、降りて、はい、結構上がるんですよ。いよいよ山登り。はい、自分の足を頼り、神様に会いに行くんですか。はい、せっかくなんで見に行きましょう。お会いしに行きましょう。はい、ちょっと寒がちった。あ、すごい。でっかい鳥。じゃあ行きますか。はい。うお、さあ、これなんかここで礼しなくていいですか。ああ、あれか、 ご存知ですか。調べます。ただ礼すればいいんじゃない。え、そういうとこじゃないですか。チャース。あ、ダメ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 。違う。チャースじゃないですよ。違う。ずいぶん昔の方なんで、やっぱウイッスみたいな、やっぱ現代のやつはちょっと、あ、部活的な感じじゃダメだ。ちょっとやっぱあの何百年以上昔の方なんで、調べます。チャースじゃ分かんないから。チャースはちょっとやめていただいて。人生狂ったらちょっと嫌だじゃないですか。参拝。帰る前には身だしなみ整えて一礼します。くぐった後は神様の通り道である真ん中を避け、道の端を歩くようにしますと。なるほどね。はい、おはようございます。チャリス。あ、違う。ダメ。もうこれ以上ですよ。あ、もう二度。これはもう神様が相手なんだよ。あ、そっか、はい、分かりました。しかしかし、はい、浅間神社なんで。そうだよね。じゃあお邪魔します。お邪魔します。とてつもなくでかいな。歴史がすごいですよ、これは。樹齢何年ですか。これでね、本当どれだけの価値があるんだろうね、これね。とんでもないことになります。あの、柄杓は今ないんだ。柄杓がね、前はあったけど、今はね。なるほど。左手を清めます。右手を清めます。左手の手の上で、うーん、え、これもう3回目ですよ。次一発アウトっす。本年はここなんですけど、ええ、もうちょっとあるみたいです。ちょっとお前本殿にお参りだけして。お賽銭をちょっと貸してもらっていいですか。手ぶらで来ちゃった。神様見てますよ。後であの返すって。神様、じゃあご縁があります、はい。ありがとうございます。はい、いっぱい。すごい
清められた感じがすごいあるな。すごい迫力だ。うわ、すごいパノラマ。すごいですわ。大パノラマ。うわ、MT 富士だ。あ、M マウント。すごい MT。これはちょっとグッとくるものやっぱあるね。すごい。行ってみましょうか。じゃあ行きましょうか。神の前で恥じない人でありますよ。わかりましたか。噛み締めてください。なんで俺なんですか。ここでチャース。ダメ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 チョリス。あ、だだだ、違う違う違う。え、もう3回目ですよ。自覚してください。自覚しなく弾けなかった。はぁ、い、なるほど。うわ、すごいな。たまらんばい。雪がある時期に行ったらもっとすごい。いや、真っ白なんだろうな。これはこれはこれはすごいな。うわ、すごい。え、鉄&K ですよ。これすごいわ。バツ&テリーみたいな言い方したけどね。これはよかったな、今日晴れてて。あとあそこで参拝した方がいいじゃない。あ、それは大丈夫です。え、拒否。見るもん見たから。今見たから。じゃあ失礼します。あ、三度傘、三度傘がある。これは確かに絶景ですね。はい。あ、すごい。この鳥居から見える富士山もまた。はあ、ここに立つと鳥居の真ん中に富士山が入らっしゃると。これはすごい。へえ、すごいな。今まで人生で見てきたその絶景の中でトップクラスかもしれん。これはおすすめですね。うん、一度は見ていただきたい。ちょっとこれはいいな。あれ、なんかあれあれ、なんかあれ、さっきの読みましたか。入る時のやつ。ね、神様の前で恥じない行為と心で行こうみたいなのが書いてあったでしょ。神様の前ですからっていう。今何しなんですか今。今神様がお触ってくれたんじゃないですか。アイスコーヒー4杯をください。なんだ、すごいな。すごいいいとこだった。一発目の旅行にしてね、もうすごくいいところを。すごくいいです。チョイシングしちゃいましたね。いただきますか。いただきますか。はい、じゃあコーヒー。いや、ここへのコーヒーは絶景すぎる。格別ですね。いくらなんでも絶景すぎる。すごい景色だなって、うん、今まで生きてきて何回か見てきたと思うんですけど、本当に下手したら一番なんじゃないかって思っちゃう。完成度が高いですよね。日本人だからね、やっぱね、富士山見ちゃうとね。すっかり忘れてました。心が現れて、そのなんか優劣してる対決する心とかっていうのではないですよ、やはり、手を取り合っていかなくちゃならない。神様の前でね、うん、まあ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 まだまだこれ、ね、ただここまあ我々普通にカメラ回してるじゃないですか。実はこれ、はい、あのまあ有料なんですよ ね、 すね、はい、お金がかかるということで、うん、ちょっと今ね、この証拠をね、はい、お見せしますんで。あ、アイスコーヒー代込みで、はい、まあ、アイスコーヒーが1杯350円で4杯で、1400円入ってるんですけど、7400円ということで、うん、まあ、6000円かかるってことですね。スマホで撮るのはもちろんそうただです。ただですけど、はい、ちゃんとカメラ回すとなると有料で、まあ、これも、貯蓄しておいた分から、うん、出しますよということです。でもだから375枚ですか。75枚ですか。コーヒー入れて70枚ですか。350枚ですか。何枚ですか。350枚プラス70枚じゃないですか。370枚、はい、はい、お
いやすごい、ずっと見てられるかもしれない、うん、あそこのその川口湖、川口湖ですよね、川口湖を渡る橋の上を車が通るじゃないですか、あそこだけ動くんですよ写真の中で。確かにナイスチョイスでしたね。ありがとうございます。本当にあの一生懸命打った甲斐がありましたよ。あるのかな、これ以上の富士山の見方。豪右衛門出てくるあの富士山ぐらいじゃない、ね、いいよいいよになっちゃいますもんね。そうそうそう、ケイダリーこれまさかこれがまさか絶景なのではこれが絶景らしの元になったんだな多分。あれあるかな、ビッグガン。いやビッグガンはないんですよ。ビッグガンないのか、あだ名ついちゃうからビッグガン心ばかり僕ね金が欲しくて、この幸運の金。いやでもこれすごいな。あいいね色。これすごいなこの写真。私こちらを買っていきたいと思います自分に。これどうしますか。ん？僕自分用に買いますけど皆さんにも。あそれもじゃあ同じものある、うん、差し上げますか。うん、これは長寿橋。あいいんじゃないですか。ご夫婦恋人ペアで。森本さんは何も買っていかなくていいんですか。同じやつ買ってきます。僕じゃあ長寿橋一個しかないのかなこれ。確かに確かに。あ、ありますよ。よかった。なかったな。で僕長寿橋いただきますわ。我々がそれぞれ持って帰る分と、はい、じゃあセットで一つ、はい、ね。皆さんにこれ。いいことセットでいいですか。セットでいいんじゃないですか。セットでいいか。はい。はい、じゃあお会計させていただこう。はい。あの。金2つと長寿橋セットを2つ。これ金は現物でいいですか。はい、はい、ありがとうございます。御朱印ね、御朱印好きなんだよな、うちの。へえ、うちの人らが御朱印。うん、ね、人生なんて思い出作りですからね。じゃあまあスタンプラリーですよあの駅のあれ子供のね。うん、名言ですね、人生スタンプラリーそうそう、確かに言ってることは間違いない、うん、そうそう、そんなもんですよ。それこそ見てほしいな、ね、遠くの方々が富士山見よ、うん、富士山見に行くって言うんだったら、ここは屈指だと思いますよ。屈指だと思う、本当に。好みにもよるだろうけど、もしかしたら一番っていう人は、うん、たくさんいるかもしれない。少なくないと思いますね。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では自分たちと皆様へのお土産しっかり購入しましたので、では行きましょうか。なんかもったいないですね、ずっといたい。うん、住んじゃおうかな、住んじゃおうかな、住んじゃおうかな、こっからで、すごいギャルがいた。え、すごいギャルがいた。びっくりしたで誰のものでは。すごい。